はい、竹田市役所にやってきました。ここの市役所は本当お城の形してます。でね、このね、竹田市はね、知らなかったんですけど、滝廉太郎のふるさとみたいです。でも城の形をした市役所ってなかなかないですよね。まあ、全国的には珍しいんじゃないかな。ちょっと入ってみます。エレベーターがね、まあ城の雰囲気がちょっとないけど、で階段ですね。ちょっと階段ね、登って3階まで行ってみたいな。まず2階、ちょっと考えてみよう。まあ、ちょっとがっつり取りづらいね。あれ、まだ上があるの？5階？3階が。何ここ？会議室か。会議室、なんか中は全然城の雰囲気ないですね。屋上があるね。展望室って書いてある。ちょっと登ろう。5階ベランダです。ここは何？これ喫煙所があります。ここは違うのか。もう1階か。5階ベランダ、ここがね、屋上ベランダ。おお、城だ。城のさ、てっぺん。けどなんかこういうの見たらなんかちょっとイメージが、あ、ちょっと隠してんだろうね。
こうやって塀で城のイメージが太陽光パネル、ここまで分かれるんだね、すごいな。裏側ですね、裏側、組合事務所。多いね。回ってきました。ということで、武田市役所でした。